皆さんこんにちは、みこあみです。今日は 2way の巾着バッグで市松模様のバッグを編んでいきたいと思います。鬼滅の刃のセカンドシーズンが終わってね、何ヶ月経つんかな。で、本当はこの炭治郎くんみたいな緑とこの黒の市松模様ね、編みたいなと思ってたんですけど、濃いところが撮影に向いてないので、撮影しやすい色で編んでいこうと思います。今回ね、ちょっと金具も含めるといろいろ材料があるんですが、まずは糸から。コットンラフィアを使用しています。色はこちらがナチュラルで、こちらがマホガニーという色です。使用かぎ針が5号から7号ってなってるんですね。3ミリの5号針を使って編んでいきます。段数マーカーをお忘れなく。持ち手の部分はこのダイソーさんで買ったバッグ用の持ち手30センチのものと、セリアさんで購入したショルダーベルト、長さが調節できるものです。そしてお好きな紐と、こちらがコードストッパーになります。自分で編んでも全然いいんですけれども、しっかり留めたいなっていうのがあって、今回こちらを購入してみました。あとお好きなタグもあったらご用意ください。じゃあ編んでいきましょう。バッグの底はこちらの動画と同じ編み方です。めっちゃさらーっと説明するので、初めて編む方はお手数ですが、この動画を合わせてご覧ください。じゃあまず濃い方の色で底を編んでいきたいと思います。鎖を25目編みます。25編めたら2番目の目のところにマーカーをつけておきます。25目目のところにも念のためにマーカーをつけておきます。そしたら1段目を開始します。鎖3目で立ち上がって、印がついている目の裏山のとこですね、これの裏山、このポコポコと盛り上がってるとこですね、ここのところに4目長編みを編み入れます。そしたら端から3番目のところ、ここにマーカーをつけておきます。ここの目のところで次の段で増し目します。5目ね、編み入れるっていう風にします。最初につけたところは立ち上がりの鎖の3目目のところにマーカーつけときます。そしたらここから23目長編みをそれぞれ裏山に編んでいきます。23目編めたら最後の目に9目編み入れます。9目編み入れたら端から3番目と7番目のところにマーカーをつけておきます。これも次の段で増し目をする5目編み入れる場所になります。じゃあ残りの目を編んでいきます。この印のところからザザザーっと編んでいって、
番最初の目に長編みを4目編み入れます。4目編み入れられたら端から2番目の目のところに印をつけておきます。ここだけ3番目じゃなくて2番目なので気をつけてください。そしたら一番最初のこの立ち上がりの鎖編み3目目のところ、ここに引き抜き編みをします。1段目64目が編めました。じゃあ2段目開始します。鎖3目で立ち上がって糸をかけたら、ここの隣の目のところに長編みを編んで、そして次マーカーついてる目だと思うので、ここに5目編み入れます。1、2、3、4、5、5目編み入れられたら端から3番目のところにマーカーをしておきます。そしてザザザーっとまた長編みをマーカーの手前のところまで編んでいって、角のこのマーカーのところで5目編み入れます。5目編み入れられたら端から3目目のところにマーカーをつけるのを忘れないようにしてください。次の段でまたそこで5目増し目します。3段編んで全部で96目にします。すごくうねるのでスチームを当てました。これから色を変えながら編んでいきます。4本編んで色変えて、4本編んで色変えて、薄い色の糸を後ろにスタンバっておきます。そしたら1段目開始、鎖3目で立ち上がって、そして長編みを編むんですが、最後の糸を引き抜くときに薄い方の色で引き抜きます。でこの最後の2本を引き抜くときに薄い色で引き抜いて、で糸をかけて、この糸を編みくるみながら4目長編みを編んでいきます。をかけて針を入れて、でこの糸が針の上に乗っかってるか確認して長編みを編みます。で4本目編むときにまた次の色で引き抜きます。いきます。4本目針を入れたら糸を引き出してきて、左の2本を引き抜いて、最後の糸を引き抜くときに後ろで糸がたるんでないか確認して濃い色の方で引き抜きます。糸が緩みやすいのでちょっと優しく引っ張って調整したら、今度濃い色で4目編んでいきます。1で2で4本目に来たので、最後引き抜くときに薄い色で引き抜きます。
で後ろでたるんでないか確認して薄い方の色で引き抜きます。いきます。1、2、3で4。最後引き抜くときに後ろたるんでないか確認して濃い色で引き抜きます。こんな感じで仕上がってます。でちょっとすいません、これ糸端を編みくるみすぎた。ちょっと今切っとこう。最後の2目は濃い色で編みます。そしてそのまま鎖3目のところに引き抜きします。これで1周編めました。2段目も同じことを繰り返します。おっとっとっと、こっちの色だ、濃い色でスタートします。鎖3目で立ち上がってここのとこですねの上に針を入れて糸を引き出してきたら左の2本だけ引き抜いて、最後の2本引き抜くときに白い方、薄い方か、薄い方で引き抜きます。で糸をかけて、でまた4本編んで、4本目の時に最後糸を引き抜く時に濃い色で引き抜きます。でまたね1段目と同じことを繰り返していきます。じゃーん、こんな感じで編めてます。最後の2目は濃い色で編むんですけれども、この最後の目を編むときに薄い方の色で、引き抜きたいと思います。そして鎖3目目のところに引き抜き編みをして、で今度は逆のことをねやっていきます。でいきますね。鎖3目で立ち上がって、そしてよいしょ、長編みを編むんだけど、最後濃い色で引き抜いて、でよいしょ、薄い色の上に濃い色を編んでいきます。3段目の最後は薄い色で2目編んで、で薄い色で引き抜き編みします。鎖3目目のところに
薄い色で引き抜いて、で鎖3目で立ち上がって長編みをよっと編むんだけど、最後糸を引き抜くときに濃い色で引き抜いて、でまた市松模様を繰り返していきます。4段目の最後、薄い色で2目編むんですが、最後の長編みの時に濃い色に変えます。そして濃い色で引き抜き編みをして、で鎖3目で立ち上がって長編みを編んで、最後で薄い色に変えます。でまた市松模様を繰り返していくんですね。そしてまた1段目から4段目、これを繰り返していきます。全部で14段編んで高さ20センチになりました。1,2,3,4,5,6,7 14段編めました。縁の細編み3段を編んでいきます。で2段目のところでマーカーをつけてね、穴を開けたいと思います。縁の1段目、鎖1目で立ち上がって、この根元の目のところに針を入れて細編みを1目編んだら、念のためにね、印つけておきます。そして残りの目も細編みを編んでいって、細編み96目編めたら、一番最初の目のところに引き抜き編みをします。じゃーん、こんな感じ。紐の通し口を作るためにマーカーをつけていきたいんですが、マーカーをね、12個ご用意ください。最初の目、ここですね、引き抜き編みした目、ここから数えて1,2,3,4,5 番目のとこ、それから5目開けて、次、11番目で、このような感じで図のようにマーカーをつけていきます。今度は反対回りにつけていきます。編み終わりの目から数えて1,2,3,4,5 5番目のとこで、5目開けて11番目。じゃあ2段目いきます。鎖1目で立ち上がって、そしてここの目のところ、最初の目のところに針を入れて細編みをマーカーのところまで編んでいきます。でマーカーのところまで来たら鎖1目編みます。そしてこのマーカーの目を飛ばして細編みを編んでいきます。でまたマーカーのとこまで来たら鎖1目、マーカーの目を飛ばして細編み。でこれを繰り返していって、全部で12目
穴を開けます。で3段目はひたすら細編みを編んでいきます。ちょっとめっちゃ分かりにくいですけど、こんな感じで穴開いてます。こことここ、次はこのループっていうんですかね、この D カンを通すところを作りたい。まず鎖5目編んだら、端から2番目のところに細編みを編んで、4目16段の細編みを編みます。でこれを2枚編んで、編み終わりを少し長めに糸を取って、この糸で脇に縫い付けていこうと思います。そしたら、持ち手から D カンを外しておきます。そして D カンを通しておきます。ループをつける位置は立ち上がりの鎖編みがあるとこですね。ここの上の3段のところ、ここのところと、これの反対側の色の濃い部分、ここの上のところですね、ここのところにしっかり縫い付けます。針は普通の毛糸針より細めの方が縫いやすかったです。Dカンをつけたところが出っ張るように、こうやってスチームを当てると紐がきれいに通って、あと形もきれいに成形できると思います。紐通そうかな。だいたい横幅の 3.5 倍ぐらいの紐を用意します。でどっちが表にしたいか選んだら紐を通していきます。紐が通せたらコードストッパーに紐を通して、そしたらこの持ち手を2つつけて完成です。じゃーん、完成しました。ここに2個編みでおなじみの差し込みタグをつけてます。なんかすごく思いのほか、こちらの色がすごく美味しそうな色に仕上がったので、めっちゃ大満足しております。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた。